ノーベル平和賞の授賞式には核兵器を保有する5か国の大使が欠席する異例の事態になっていますノルウェーのオスロから中継ですオスロは遅い夜明けを迎えたばかりです授賞式まで残り3時間余り会場となるこちらのシティホールにはこれから参加者が続々と到着します授賞式の前被爆者のサーロー節子さんは アメリカの核の傘に頼る日本が核兵器禁止条約に反対していることを痛烈に批判しました被爆国としての道義的責任があるその言葉には母国日本への怒りがにじみ出ていました今夜は異例の授賞式になります平和賞の授賞式にはノルウェーに駐在する各国の大使が毎年出席するのが慣例ですしかしアメリカフランスなど 核を保有する5カ国の大使は欠席する見通しとなりました。5カ国は核兵器禁止条約に反対しているからだとみられています。原爆投下から72年、今回の平和賞、そして被爆者サロ朗さんのスピーチが核なき世界へ国際社会を突き動かす新たな一歩につながるのか、世界中の関係者が見守っています。